こんにちは、サトルです。アップルのウェブサイトに秘密があった？便利で面白いものが隠されていたんです。今回発見したこの秘密は iPhone や Mac の購入に役立つかもしれません。ではどんな秘密なのか皆さんに見せていきましょう。アップルの公式サイトに秘密が隠されていたということで皆さんに紹介をしていきたいと思います。アップルの公式サイトはこんな感じですよね。 iPhone の紹介、 iPad の紹介とかですね。ということで公式サイトの秘密を紹介します。このホームページにたどり着くには apple.com とか apple.jp とかそういう風に入れれば入れるって知っていますよね。でもここに入るには他の方法もあるんです。というのが今回紹介したい Apple の面白い秘密です。ではまず一番最初にやっぱり iPhone が出てくると思うので、こういう風に入力をしてみましょう。 iPhone.com、 こういう風に入力してみました。ではこれにアクセスしたらどうなるのかやっていきましょう。ではアクセス、はい、もうすごいね。 iPhone.com って入力すると iPhone のページに飛べるんです。ほらすごいでしょ。 Apple のウェブサイトにはいろんな URL が隠されている感じですね。もういろんな秘密があるってことです。面白いですね。ということで iPhone.com って入力すると iPhone の販売ページに飛べるってことが分かりました。面白い秘密です。ではその次、皆さんは Apple と言ったらこれっていうの知っていますよね。そう、俺が今使っているパソコン Mac です。では Mac.com って入力するとどうなるのか、もう iPhone.com で分かったのでこれもご想像の通りです。どうなるでしょう。こっち、はい、いやすごい、 Mac の販売ページに飛びました。うわーすごい、 Apple って面白いな。こういうのいろいろ隠してんだもんな。 Mac.com って入力すると Apple.com に飛べるんですよ。面白いね。でこういう URL にも対応しています。 MacBookAir.com、 はい、機種名で入れるとちゃんと飛べるんです。ではやっていきましょう。おー、ほらね、飛べるでしょ。面白いんですよ Apple、 いろんな URL からウェブサイトにアクセスできるんで面白いんです。でまた機種指定もできるんですよ。 iMac.com、 はい、これを入れるとほら最新の iMac のページに飛べました。面白い。もうこれほんと機種指定でこういうページに飛べるっていうのがなかなか面白いことですよね。あともちろん MacBookPro.com も入れます。ほい、うわー面白いMacBookPro のページに飛べましたよ。うわーなかなか面白いなこの発想。 Apple 信者の俺大感激で、アップル、もう一つ代表的な作品があります。それはですね、iPod なんですよ。iPhone が出る前は、iPod がめちゃくちゃ売れていました。音楽プレイヤーです。ということで、iPod.com って入力するとどうなのか、見てていきましょう。ふい。iPod Touch に飛べましたね。今、iPod はもうこれしかないです。iPod って入力すると、iPod Touch って入れるんですね。と思ったのですが、 iPodTouch.com って入力したらどうなのか試していきたいと思います。怖い、おーすごい、 iPod のページに飛べましたね。今は販売されていませんが iPodNano.com って入力するとどうなのか試していきましょう。うわー、 Nano なくなっちゃったんだよなー、ポチッ。Apple Music のページに飛べました。なんでここに飛ばすようにしたんだろう、理由が知りたいですね。よし、今はなき iPod Classic って入れたらどうなのか実験していきましょう。これは俺も分かりません。こっち、あら、ああこれは違うのね。では次紹介する URL はなかなか面白いです。 next.com、 MacOS ができる前の OS なんだ。そう、 Next Step という OS です。現在の Mac は Next Step という OS をベースにして作られた OS なんです。だから Next Step って入力してみました。そしたらどうなったか、
はい、next.com だと apple.com に飛べるんです。面白いでしょ。だから Apple って原点を大事にしている会社っていうのがすごくわかるんですね。もう next.com で apple.com に入れるという面白い秘密です。知ってる人あんまりいないんじゃないかな。だって俺だって昨日知ったんだもん。これが Apple の面白い秘密です。はい、解説します。多分ですが、今回紹介したドメインは14年ほど前、そんぐらいの大昔にスティーブ・ジョブズが CEO をやっている時代、その時に取得をしたと思われます。こういう風に検索をするという想定でドメインを登録したんじゃないかなっていう風に思ってます。ですが実際あまり使われなかったのか iPad.com 繋がりませんでした。ということは iPad を出す時期にはドメインを取るっていうのはやめたと思います。だけどすごく面白い発見だったなと思いました。ということで今回の裏技、秘密、皆さんにも活用してもらいたいなと思っております。ということで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。